最近ゲームの桃鉄にハマって心踊ってます。どうも、チカウルのチカです。よろしくです。お願いします。一人でやんの？一人でな、稼ぎまくってるんだ。マジでって、みんなとやるからおもろいじゃん。いや、あのね、僕ね、一人ゲーム結構好き。めっちゃで、一人一人敵がいるんですけど、いっぱい、うん、で、もうお金奪いまくって、もう土地買いまくって、今総資産最高額2300億円。チカログ社長ですよ、本当に。やばいな、マジで。ちょっと何でもそれな。ちょっと今度一緒にやろうや。ちょっとあの平和に、平和に、平和に。じゃあお前どんなって喧嘩だよ。じゃあお前やめろって。喧嘩それだけやめても。てな感じで、本日のアーティスト、こちらのアーティストを早速凌介から発表していただきましょう。それでは凌介、お願いします。 BE:FIRST、グレートフルペインです。これは BE:FIRST では初めてのダンス内系リアクションかな。歌だけかな、歌だけかな、うん、なんでもしかしたらその動画では動きがないので、うん、その止める箇所みたいなのが少なくなるかもしれないんですけれども、まあ、歌やから逆に止めん方がいいかな。そうやね、なんかこう一曲まるまる聴いてそのリアクションを楽しんでほしいなと思います。よし、お願いします。ってな感じでですよ。まあそのグレートフルペインを聞く前にですね、はい、大丈夫、腰、ログミンの皆さん、はい、腰がですね、はい、無事にこうできるぐらいには、はい、なったと、治りましたんで、おめでとう。ありがとうございます。これはぜひ一緒に拍手してあげていただきたい。もうこの期間、針3回と整体は4回ここは行ったかな。もう一気に治しにかかりましたね。なんだ、やったことあります、針に電気通すっていう。こう、何、針でも怖いの？針、ちょ、怖い。びっくりした。針に電話いるから。びっくりした。針させない。今からやられるかもさ。そんな能力ない俺。びっくりしたわ。針を過去、はい、背中の箇所に刺して、そこにこう電気通すやつを挟んで筋肉に直接電気を通すっていう、まあ、応急処置をして。拷問やん。気持ちいいのか気持ち悪いのか分からへんけど、筋肉がこう動く、もうってなるんじゃん。そうで、それで筋肉が緩んで緊張してこう固まっちゃうんだ。ああ。それが緩んで動きやすくなったりとか。めちゃくちゃ怖いやん。ただ若干の後遺症として、腰が痛いから他で補う。なるほど。足やったり背中やったり、はいはいはい、そっちが今来てて。膝とかね、特に。そう、そっちを今また柔らかくするためにまた整体通ってて。やっぱりね、年には抗えないということですよ。本当に腰は気をつけてくださいね。いや本当に僕怪我全くしたことないよね、ほぼほぼ。ダンサーなんてね、もう腰怪我終わりですからね。みたいな人余裕ぶっこいて、あの急に次の動画手折れてこのギブスして撮影ならへんやろ。もう違う、違うです。誰も集中できへんやん。休めてな、逆にな。まあじゃあもう病み上がりのちょっと凌介ともうグレートフルペイン聞きながら、はい、ちょっと癒されましょうよと。そうですね、いうことで早速聞いていきたいなと思います。はい、それではいきましょう。よろしく、どうぞ。チカログ。さすがにあのね、針はちょっと怖すぎるでして。オープンザ PC 慣れかな、だいぶしたかな。いや、あのね、はっきり言います、慣れるもんではないんですよ。もうテンパってパスワード間違えたから。顔の張りとかしてみたいな。あのね、俺一回だけしたことあるよ、顔の張り。あれめっちゃ小顔なんで。やっぱなるんだ。やばい、ほんまに。よし、じゃあ早速調べていきましょう。ありがとうございます。1904でございます。ちなみに確認なんですが、はい、抜けだけは正直言いますね、はい、一回だけ聞きました。聞いてるやん。ちょっとダンスないっていうので隙が出たと言いますか、ちょっと魔が差したと言いますか。あかんやつやな。そう、いっちゃあかんやつ。なるほどね。ダンスやったらあれなんですけどね。よし、楽しみやねんな。それではいきます。 BE:FIRST でグレートフルペインです。ポチッとね。ジョンゴ君だけよ、ソロ始まりなの。たぶんま、いやこれさ、やばいよ、やばいよ。いやこれさ、いやーやばいな。ちょっと歌やばいわ。おおい、
これちょっとさ、やばいな、ちょっと鳥肌がやばい、やばいな。涙目な機能にありがとう言えるようになれたよっていうのは俺ツイッターで書いたんですよ。増えてるまた病気か。このさ、バラードのラップっていいよな。おおい天才、歌い方かっこいいな。掛け合い、掛け合いな。おお、いいね。巡り合わない日々にうんざりした。わあ、いいな、この歌詞いいな。最後だってんな、鳥肌やばいわ、ほんまに。このまだ夢に嫉妬してるやばいな。出会うべき人に BE:FIRST やね。いやーやばいわ、えぐいな。サビがちょっとやばい。おお、いやいやいや、これやばない。いやー、このまっすぐ歌う涼希くんいいよな。あー、あの音がいいな。うわー、いいなー。なんかいい意味であどけなさがあるよな、この歌歌うことによって。強い言えるのいいな。ちょ、あとの3人が見たい、早く。俺は終わりとかちゃうの。いや、おお、なんやそれ、ずるい入りやで。歌うまっ、愛情を誓ったって言いたいかな、これ。愛を誓った情。いい な, あ、なるほどね。そう、挟んでるっていう。おい、やばい、もう鳥肌やばいな。いや、ええな、切なげなさ、レオくんやばいな。感情が乗ってるっていうか、やばい。うわあ、この掛け合いやばない。同じ道で足を届けた、おお、やばい。今の自分が一番だって、うん、間違いない。バーディー、バラードのラップ超ないな。あ、マイク持つオッサージやばいな。うわ、めっちゃいいな、いいな。これはやばいぞ。うーわうーわうわ、いいな、レオくんの間違ってなんかないから。カットもギャラ、ビーファーストね。うわ、おいおい、最後一緒。これはやばいぞ。いや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 、リオくんの表情やばいぞ。これやばない、ちょっと泣きそう、ちょっと泣きそう。俺途中やばかったかもしれない。やば、これさ、もうちょっと一旦閉じましたか。チカログ。なんやろ、いやー、このやばいな。このさ、曲を聴いたら、なんか YouTube チカログも目標に向かって突き進んでるわけでございますよ。まあ、いろんなこう感情があふれるじゃないですか。やっぱ仕事しながら、ダンサーしながら、まあ、これだけに専念できる時間を多く確保できん時もあるし、その思ったような結果とか、思ったようなことができなかった場合もあるからさ、
だそういう時に間違ってないよってこうなんか背中を押されるような曲よな。なんかもう全部肯定してくれるじゃないけどさ、間違ってたとしても自分らのやってることやし、はい、とか何やろ、不安をなくしてくれるというか前に向かしてくれる。そうやな。そのザ・ファーストがあって、うん、でこうやって B ・ファーストができて、うん、それに対して今が一番輝けてるとか、そうやね、出会えたのはとか、うん、なんかその思いが詰まってんなってのがやばい。いやー普通にやばいなこれ。なんかその頑張ってってこう言ってくれるこの歌が誰が歌ってるのかっていうのがとても重要だと思ってて、 やっぱりスカイハイさんが才能を見つけてくれたじゃないですか。で元々あった才能がこう埋もれてて誰にも見つけられへんくて、だから元々7人もいろんな分野において挑戦もしてたやろうし、オーディションも受けまくってたやろうし、それで多分ほんまの挫折みたいなのを味わってきた7人やと思う。なんかそういう7人が歌うからこそあの歌詞がめっちゃ響くんじゃない？まあ、その時の感情を乗せて歌えるからね。そう、なんてやろ、その出来レースやったり、うんうん、なんやろ、身内芸やったりとかで BE:FIRST ができたわけではないやん。そうやね。もう言うたらさ、全てさらけ出して、うん、りょうきくんとかもそうじゃない、うん、だってちょっとね、やっぱ一時期こうコメント欄でさ、うん、こうちょっと厳しいコメントが続くようなことも隠そうと思ったら隠せるけど、うん、それをさらけ出した上でメンバーに入って、うん、なんかやっぱそれぞれのやっぱ痛みが伝わる。俺はすごいひしひしとなんかこう頑張ろうと思ったなマジで。いやこれめっちゃいいな。なんかさ寝る前とかに聞きたいわ、ほんまに。あ、なんかでも映像なしで聞きたい。あー、だからまだ多分配信されてないね、 B1 で。そうやね、そうやね。そうやからもう配信されたらもうちょっとさ、あのこんな贅沢なチャンネルないけど、チカログのそのエンディングテーマとして流してる欲しい。そう、間違っていたとしていいさってやばない？めっちゃいい。いやちょっとほんでジュノン君始まりのあのやばい、あの流れやばない。いや一人かなと思ったら増えていって最後全員集合みたいな。ちょっとレオ君で終わるのがまたいい。いやレオ君の間違ってないさはやばいな。やばい、なんかほんまやばい。もうなんかレオ君を甘えさせてあげれる人に出会ってほしいな。ずっとねお兄ちゃんやった。いつもやっぱお兄ちゃんやから、うん、やっぱり。いや間違ってないかなっていうみんなのコメントに対しての返答じゃないけど、そうやな、お兄ちゃんがいて間違ってないよっていうあの感じ。やっぱりそんな楽しいことないよな。レオ君に言われたらやっぱそうなんやなってなるやん。そうやね。でもなんやろ、バラードやん。バラードってもうなんやろ、いやこんなこと言ったらね、こうほんなん作ってみんやってもしかして言われるかもしれないですけど、うん、こう似たようなバラードやったり、うん、歌詞が多いじゃないですか、うん、なんかねやっぱ一癖やっぱ入れてるもん。そうやね、歌詞にも村のラップ調やったりとか、うん、で今回バラード調でいくからどうぞって言われて用意されたもんじゃないの。これ作ったの BE:FIRST です。やばない、だから届くねんて。まあザ・ファーストの時から作る能力は高めてるから、そうこういう時に輝くんやと思った。自分らできちゃうね。そう、愛情の中に力を入れられる。いやそれすごいね。いやもうほんまなるやろ、これなるな。ほんまにあれって歌ってるとこ自分らで作ったのかな、流れ。いや、あ、パート、パート。ああ、いやそれはほぼそうやろ絶対そうやろ。そこのマヤト君の歌詞センスやばいなって。確かにな、やっぱ自分で書けば書くほど感情乗せれるしさ。なんかやっぱチカログもそうやけど、ほんまに興味があってほんまに思ってるからこそ出るリアクションを届けてるやん、うんうん、そうやね。やっぱやらせてできひんっていうのは、まあその最初俺らもさ、やっぱこう盛り上げるためにやっぱりその YouTube 向きじゃないんかなってちょっと思った時期もあるやん、うんうん、まあね、けどそれを武器やでというか、それが良さやでって、逆に今見てくれてる人がスカイハイさんの立場だよ、うんうんうん、見つけてくれたというか、ね、俺らの良さを見つけてくれたんだ、うん、ベスティ含め視聴者の方やからさ、そこがやっぱりちょっとグレートフルでしたね。
グレートフルペインでしたね。いやマジで喋りながら鳥肌立っちゃったんですけども、まあこんな感じで、あのダンスのない、チカルグのリアクション動画、いかがだったでしょうか。初なんでね。初ですね。こういうのがね、もしそのチカルグでこういうのも見たいってあのたくさんコメントいただいたら、今後もやっていきたいなと思いますでして。でして。てな感じで YouTube チカルグはですね、年内チャンネル登録者数3万人を絶対に叶えるべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方、そしてこのみんなで語ろうの企画が楽しいなと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの各個人個人の SNS の方も概要欄の方に貼り付けておりますので、ぜひそちらの方もフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。なんか俺な、今やったら何されても怒らへんと思う。いや、心が浄化されたっていうか。浄化された、ほんまに。いや、なんか、ちっちゃいこと気にしてたらあかんな。ああ、わかる、わかる。なんかそのなんか痛みも、後になってわかるよ、言われてるような気がする。前向きになれる歌よ。なんか多分俺今、水いきなりぶっかけられても切れへんと思う。間違っていたとしてもいい。それは間違ってるけどな。それはめちゃくちゃ間違ってるよ。それはめちゃくちゃ間違ってるじゃん。怒らなあかんとか。いきなり後ろから水ぶっかけなるよな。やばすぎるやね。そう。いやーいいなー。よきやったよな。なんかそのベスティーな人がこれをどう楽しんでくれるかは分からへんけど、俺らとしてチカログとしてこの曲を聴けたことがでかい。いやマジちょっと泣きそうやもん。なあ。だバックボーン知ってるからよ俺らも。そう。いやそれなんか自分重ねたりとかしたらやっぱりその分感情乗るから。いやこれ分からんけどさ、最後さデビュー発表をされた人ってレオ君や、うん、だからレオ君なんだ、ね、どうなんやろう。違うか。これねあれクスターのアンサー曲かなんかやったんだ。あ、そうなんや。かなんかちょっとだけ見たやつあったけど、だからまあキックスターもちゃんと見て、うん、これをちゃんと見たらまた違う見え方がするんだ。確かにね、問題ね。いやよかったな。ちょっとこれチカルグさバラード作らん、やってみようか。